皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は沼津にあります東洋高校さんの学校説明会のお知らせをします。5月中に学校説明会があるのは結構早い説明会ですね。日時2024年5月25日の土曜日、1日の中で3回行います。1回目が9時30分から10時15分、2回目が11時から11時45分、3回目は午後になります。午後13時から13時45分、全体で定員は150組ということなので、各回の定員は50組、このようになります。申し込みが必要で、申し込みはホームページ、こちらからお願いしますとのことです。それが同日ですね、この5月25日土曜日、東洋高校さんの学園祭をやっています。東洋祭、これが開催されています。内容的には、模擬展とか部活パフォーマンス、ね、それとか発表をやってると思うんですけれど、これ申し込みは不要です。ただし制服で来てください。このように言っておられました。今回は東洋高校さんの学校説明会、こちらのお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。